こんにちは、リッカだよ。つむぎだよ。今日はこの問題、じゃじゃーん。この P、Q、R を小さい順に並べてね。うん、数字が少ないな。どうやって大きさを比べればいいんだろう。 Q と R は P を使った式に直せることに気がつくかな。あ、ほんとだ。じゃあ、P と P の2乗はどっちが大きいと思う。それは2乗した方が大きいんじゃない。実は P の値によるんだよね。 P が0より大きく、1未満の場合、2乗した方が小さくなるよね。そっか、そういえばそうだね。なので次に P の値について考えよう。えい。 B には仮定が置かれているね。これがヒントになりそうだね。うん、そうだよ。じゃあ、つむぎちゃん、 B の0乗はいくつでしょう。0乗はすべて1だよね。そうだね。でも A は1より大きいから。そっか、 P は0より大きくならないといけないね。そういうことだね。じゃあ、B の1乗はいくつでしょう。1乗はつまりそのままってことだから、 B だよね。そうそう、でも A は B より小さいから。そっか、 P は1より小さくならないといけないのね。そういうことだよ。つまり P は0より大きく1より小さい値になるよ。そう考えたら、 P と R の代償が分かっちゃった。 P の方が小さいね。やったね、つむぎちゃん。じゃあ Q も比べられるかな。ヒントは、 B の0乗は1だよ。うん、 P は1より小さいんだから、0乗より小さくなる。つまり Q は0未満になるね。そういうことだね。そして、R イコール P の2乗より、 R は正の数だから、 Q より R の方が大きくなるね。そういうこと。まとめたら終了だよ。あーい、できちゃいました。やったね、つむぎちゃん。でも、本当に大切なものの価値は数字で代償なんか比較できないと思う。こんな計算で何もかも比較できると思ったら大間違いだよ。そうだね。真剣な話をしてるのに何笑ってるの。信じられない。